こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、ちょっと戦争体験について2つ忘れちゃいけないなと思いますんで、メモ代わりにここでね、お話しさせていただきます。1つはですね、私が営業していた時ですね、山間部に網戸とかね、電気温水器の営業をしていた時に出会った、80代ぐらいの方だったですかね。その方の体験談なんですよね。で、その方は、キミタ村っていうところにいらっしゃいまして、私がキミタの、ほんと山奥の方のね、一軒家に、温水器の営業に行ったんですよね。そして仕事をさせてもらいながら、昔話を聞かせてくれたんですよ。このキミタ村の山の上には、昔、原爆が落ちた時にね、その原爆のキノコ雲が向こうに小さく見えたんだっていうふうなことを話されてました。で、その後に大きな衝撃音がドーンとあって、その頃は、また爆弾が落ちたんだなぐらいにしか思ってなかったんで、情報がないですからね。それでしばらくして回覧板が回ってきて、大きな新型爆弾が落ちたらしいってことは聞いたというかね、知ったらしいんですよ。で、その頃には何とも思ってなかったらしいんですけども、大変なことが起きたなと。町の方は大丈夫かぐらいに思ってたんですけども、なんせね、キミタ村に当時いらっしゃると、なかなか広島市内に行く機会っていうのはないもんですから、ですからね、言ってみれば、ちょっとこう、現実味の離れた話だっていうふうに感じていたらしいんですよ。ところが、それから何日かすると、リアカー、第八車ですね。第八車に乗っけられた、この第八車1台にね、3人ぐらいが乗ってたらしいんですよ。そこに、その数日前に、落ちた原爆の爆弾の被害に遭った、犠牲者っていうかね、被災された方が運ばれてきたらしいんですよ。その姿を見て、とんでもないことが街で起きてるっていうことを知ったらしいんですよね。じゃあどういう方が送られてきたかというと、まずはね、顔の形がわからないぐらい熱線に当てられて、もう皮膚もずるむけでね。で、なんでこのキミタの町に第八車で運ばれてきたかっていうと、そこまでの病院や診療所が全部麻痺していて、もう医者もいないし、水もないし、医療設備もないし、何にもない。ただ、病院とされているところ、野戦病院とされている街中のところには、ただ寝かされているだけで、何にもすることがないと。だから、息も絶え絶えに第八車に乗せて3人だけ運んできたんだっていうことで、キミタにある小さな診療所とかね、それから医療の心得のある人とか、しまいにはね、単なる主婦の方が、包帯を巻いたり、水で拭いたりみたいなことをしたらしいんですよ。で、そういう姿を見て、もう街の人はすごくね、もう恐ろしくなってしまって、数日前に来た回覧板のことが、単なる爆弾の知らせではなくって、もう日本が完全にこれで負けるんだってことをね、実感したらしいんですよ。8月6日から数日経ってそういうことが起きてましたから、それから本当にね、また、数日、1日か2日のうちに、8月15日の玉銀放送っていうのがあったのかなと思いますし、おそらくその方の話では、長崎に同じような爆弾が落ちたっていうのは、その8月15日以降に知ったらしいんですよ。こんな爆弾がね、次から次へと落とされてしまったら、日本が本当に消滅してしまうぐらいのことを思ったらしいんですよ。だから、8月15日の、終戦といいますか、玉銀放送は、本当にね、早めにやってくれてよかったっていうふうな感想を持ってました。ただそれからですね、いつもその第八車に運ばれてきた方のビジョンが浮かんでですね、本当にこう仏壇の前で手を合わせずにいられなかったらしいんですよ。で、運ばれてきた方はやっぱりね、何日かしても血が止まらずに、全然治療の甲斐もなくね、衰弱して亡くなっていったと。で、村の無縁墓地、もう本当誰かわかんない、性別もやっとわかるぐらいの方だったんですよ。で、何日かね、苦しんだらしいんですけども、施せる治療もないし、何をあげても食べることもできない。口がどこにあるかすらわからない。そんな状態で日々衰弱して、うめきとも何ともわからないような可能な悔やの声を一日中発しながら、だんだん衰弱していって、しまいにはですね、小鳥とも動かなくなったということだったんですよね。そんなことがあってね、私営業しながら自分の作業の手が止まって、本当にね、このキミタ村で、70年ほど前にこんなことがあったのかというふうにね、当時思ったものなんですよね。これが私のね、本当こう一つの戦争体験を間近で聞いて、この話を忘れちゃいけないなと思いながら、今回この動画に初めてさせていただいたんですね。これ私ね、何回も自分で見ると思います、この動画を。本当に今お話した以上のことは聞かなかったんで、あとはどう想像するかだけなんですけども、非常にね、怖い話だなっていうふうに思いました。やっぱり戦争は良くないなと思いましたね。で、もう一つが、
この動画を作るきっかけになったんですけども、小さい子供ね、当時2歳ぐらいのお子さんがいらっしゃって、で、そのお姉ちゃんが10歳ぐらいだったらしいんですよ。9歳か10歳ぐらいだったと。そのお姉ちゃんが現代、年をとってね、もう高齢者になって、私が介護の仕事をしてるときに、二人きりになったときにぽつりと話し始めたエピソードだったんですよ。これがね、私聞きながら、もう足が震えてしまってですね。で、今、自分が子供を育てているときに、本当にいい世の中に生まれてきてくれたな。これが75年前だったら、本当に同じように、我が子をもう守れずに、もしかしたら、これからお話しするようなエピソードのように、私もやってしまったかもしれないなって感じるところなんですよね。じゃあそのね、今、70数歳、80歳前後になった、おばあちゃんがね、どのような戦争体験を語ってくれたのかってことですけども、まあ防空壕ってのがありまして、広島にも。で、防空壕に、その2歳ぐらいの弟と一緒に入ったらしいんですよ。入って、で、もう空襲があるわけですよね。戦争が起きてるわけですよ。バンみたいなね。で、そこで怖いんで、自分の弟がね、泣き始めたらしいんですよ。うわーって泣き始めたと。そうすると、その防空壕の中に泣き声がすごく響いてね、多くの方がやっぱり不安の中、泣き声を聞くと、やっぱりこうヒステリックになるんですよ。わーってね、感じでね、動揺するんですよね。で、その中で、なんかその軍人か軍人に近いような、軍属みたいな方がいらっしゃったみたいで、その方がね、子供を泣きやませろっていうわけなんですよ。よくある話ですけどね。それで、あ、でもね、こうやってあやすわけですよ。泣かないで泣かないねって9歳か10歳ぐらいのその女性がね、当時の8歳から9歳ですよ。で、まあ、あやすわけなんですけども、子供はあやせばあやすほど、って泣き始めるんですよ。で、その軍属か軍人みたいな方がね、うるさいだろうってね、泣かせるなとか言うわけですよね。敵に見つかったらどうするみたいなことも言ったらしいんですよ。まあ、空襲をするその上空ね、7,000-8,000メートルか、まあわかんないですけども、上空にいる飛行機に、防空壕の中の鳴き声が聞こえるわけではないんですけども、そのぐらいヒステリックになっていて、とにかく黙らせろ、もしくは出て行けっていうことになったんですよね。でも爆弾が降り下がる中、出て行こうにも防空壕の扉を開けることすらできないわけですよ。で、やむにやまれずに黙らせますからって言って、その当時ね、9歳から10歳の女の子ですよ。今はもういい年になりましたけども、その女の子が、当時の9歳10歳ぐらいの女の子が、実際の弟の2歳ぐらいの子供のね、こう首を絞めてね、口を塞いで黙らせたらしいんですよ。で、子供はって感じで足をバタバタさせながら苦しんでるんですよ。苦しんでるところで、より一層早く苦しみを終わらせてあげなければいけないって感じで、もっと強く締めて、もっと強く口や鼻を塞いだそうなんですよ。で、その子は、2歳ぐらいの子は、足をバタつかしてね、そのお姉ちゃんの、9歳から10歳のお姉ちゃんのお腹を激しく蹴ったらしいんですよ。タタタタタンと。で、その蹴りにも、本当に涙が止まらなかったみたいですけど、そのままね、まあ、締めてしまったということです。そのうち、足のバタつきも、ほとんどなくなっていって、動かなくなったと。で、防空壕の中は、静寂に包まれたんですよね。で、そこまで話されて、その方は、またね、静かに、まあ、涙を流されたというか、嗚咽をして、私は、もう、肩に手をかけることしか、できなかったんですよね。その方の、車椅子の後ろから、両肩を、こう、しっかりと押さえることしかできずに、本当に恐ろしい時代だったんだな、と。そして、しばらくしてね、その、嗚咽が収まった時に、私はね、今でも、あの子に蹴られたお腹が痛むことがあるんだよって言ってね、絞り出すように私に伝えてくださいました。私は当時単なるヘルパーだったんですけども、かなりね、明るくて仲いい関係だったんですよ。でもその時に限って、なぜかね、笑顔もないし、すごく神妙な面持ちで、ちょっと話いいかなっていうふうに前置きをして、いいですよって、何ですかって私が聞いたところ、そういう話をされたんですよね。私もね、ちょっとね、しばらく固まって動けなかったですね。今でも話しながら、当時の情景がね、思い浮かんで、なんですかね、ちょっと、すいません、音声が流れちゃいまして。なんと言いますかね、
その方の話を聞きながら、実の弟をね、こう、窒息させて殺す、その気持ちがどんなものだったかなと思うと、今、子供を育てながらね、見るたんびに、ありがたい命だなと、ありがたい時代だなと思わざるを得ないわけですよね。そして、その方が最後に言われた、バタついた足で私のお腹を蹴る、その痛みが今でも思い出されるんだ。本当に、一生かけて悔やんでおられるんだなと、本当に長い間苦しまれておられるんだなっていうふうに、今でも思い出しますね。こういった話をしながら私もね、ちょっとね、涙が出そうで、こらえられないんですけども、このエピソードが当時無数にあったのかなと思うと、もう絶対にね、平和な世の中を続けていかなければならないですし、そのために、一日も長く平和が続くためにね、私たちはこの時代を支えていかないといけないなと思うわけなんですよね。まあ、いつもと違ってね、いつもはお金のことばかり話してる私なんですけども、やっぱりお金稼ぎも平和があるからこそできると思ってますし、ありがたい暮らしってのは自分一人でやるものではなくて、多くの人とか、多くの自治体とか、国ですとかね、国家間のそういった、協調とか、平和を望む気持ちが奇跡のような数十年間の平和ってのものをもたらしてくれるんではなかろうかと、毎日思うわけなんですよ。子供を育てながら、自分が今75年前に生まれてたら、あの戦時下に、大東亜戦争の頃に生まれていたら、自分が、自分のせっかく生まれたね、子供を手にかける瞬間ってのがもしかしたらあったんではないかな、と考えると、もう恐ろしくて、この、手がの震えが止まらないわけですよね。まぁ、ちょっとね、考えすぎなのかもしれませんけども、そのぐらい私は考えすぎなぐらいね、その二つの戦争体験について、非常に、まあ、思うところがあったな、ってことで今回話させてもらいました。それからね、他の戦争の話で言うと、私江田島の方にもよく行ってたんで、当時ね、戦艦大和の乗組員とか、回転の乗組員だとかね、整備士だとか、どこどこの軍艦に関わったよって方、結構お会いしたんですよ。それこそ特攻に参加したけども、飛び立つ前に終戦を迎えたみたいなね、九死に一生を得たような体験も聞かせていただきました。それはね、またいずれお話ししたいと思いますけども、今回ね、本当二つのエピソード、私はね、この二つのエピソードはね、よく思い出すんですよ。だから本当に人には人生があり、希望があり、夢があり、命がありね、叶えたいことがあったりとか、優しくしたい友人や友がいたり、恋人がいたり、お父さんお母さん、子供たちがいたりとか、それをね、一方的に、メッセンジャーオーディオ、ああ、ちょっとすいませんね。メッセンジャーオーディオ、すいません。はい、はい、はい、じゃあすいません。撮影の再開させてもらいます。こうやってね、撮影してるとね、本当にね、人が来たりとか、電話がかかったりとかして、なんかこう、気持ちがそがれるっていうかね、出っ放をくじかれるんですよね。まあ、いきなり来るとか、いきなり電話するっていうのは、伺ったりとかね、電話する方としてみては、まあ、都合がいいんでしょうけども、来られる方とか、電話かけられる方としては、はっきり言って迷惑でしかないんですよね。特に私、こうやって映像を、まあ、仕事にしてますんで、もう本当に、なんすかね、撮影が中断することばかりで、で、もう熱意も冷めちゃうんですよね。一回別の話題が入ってくると。まあでも難しいですよね。だから私、ほとんど深夜にやってるんですよ。深夜一人っきりの時とかに。まあ日中だとね、本当に、いつ、誰が訪問してきたりとか、電話かけてくるか、ほんとわかんないんで、ほとんどの方にはメールをお願いしてるんですけども、それでもね、メールじゃない方が結構いらっしゃって、ちゃんと話すんですけどね、こういうことしてるから電話しないでねとかね、来る前に必ずメールをしてくださいとか。いやいや、まあでもね、迷惑とも言えないですしね、迷惑ではあるんですけども、なんとも言えないところですね。はい。まあでも、平和な世の中だからそういうことも起きるんだなと思いました。ちょっとさっきまでの話とはだいぶね、温度が変わってきちゃったんですけども、まあでも今回はそういう話にさせてもらいます。すいません、なんか端の子で腰を打っちゃったりとかして。まあこれあくまでも未来の私が忘れないためにね、まあ忘れないと思いますけども、48歳の時に私がどんな感情を込めてね、この話を YouTube に残したかってことで、一つの記録してとしてお届けしましたんで、すいません、ご関心のない方にとっては余計なことだったかもしれませんね。でもね、私本当に、自分が戦争を体験したわけではないんですけども、日々思うわけなんですよね、そういうことは。はい、はい、では以上でございます。ありがとうございました。